はようございます。今日は、来週の月曜日から4日間、認知症介護の実践者研修に行く石井久恵さんのレポートをやります。私のところにもですね、私講師を4日間やるんで、4日間昼間留守にします。夜は必要に応じて帰ってきますけども、36人分の生徒さんのですねレポートが、送られてきて、その中で、石井久恵さんも含まれています。はい。で、事前課題ということで、ファックスで出していただいています。事前課題の1枚目がですね、組織のどういう組織に属しているか、組織の理念から法人全体の中での自分の事業所の位置づけ、自分の事業所の中での、ご本人の位置づけ、なんか、事業所で認知症に関する専門的なアドバイスを受けることができますか、はいに丸して、でアドバイスを受ける医療機関または職種、個人名等をお書きください。あの認知症介護指導者の名前が出てますけど、これが1枚目 で裏にですね、裏というか2枚目が、課題があります。課題が2つあります。あなたの認知症介護における体験談エピソードを記述してください。2番目があなたの職場における認知症介護の課題、利用者支援介護において困っていること、また今回の研修で特に学びたいと思っていることも記述してください。でかつ最後にですね、職場上司からのコメント、研修に対する受講生の希望を記述してくださいということで、石井典正さんが、記述していただいてます。で今日はですね、この石井久恵さんが書いた文章を、棒読みというか感情を込めて読んでいただきますので大きい声で読んでください。はい、どうぞ。はい、そこです。まず最初の課題です。普段は穏やかで世話好きの A さん、穏やかに過ごしていたのかと思えば、何かをきっかけで興奮に変わり、窓から出ようとされたり、大きな声で人を探し回ったりと急変します。人探しも夫を探していたかと思えば息子に変わる、そばにいる夫も夫であったり息子になったりと、同一人物は様々な人になる。 A さんにとって夫や息子が大切な存在なのかと思えば、悪いことをしたから罰を与えんといけん、警察へ連れて行きたいと興奮収まらない。しかしまた何かをきっかけに急に穏やかになる。このきっかけが何なのかがわからない。で課題2です。現在施設では認知症利用者に対して言葉による抑制、興奮時の対応の仕方が大きな問題になっているのではないかと私は思う。認知症利用者に対して、ちょっと待って、ダメ、さっき言ったがとか、認知症利用者からの訴えに対して返事をしない、見て見ぬふりをするなど、さらにパニックをさせたり、ひどい言葉、態度が見られることが現状である。私も認知症利用者に対して安心させてあげれるような対応ができていない。日頃はよく話をするし、他の職員よりは関わりを持っているつもりであったが、その人が激しく興奮しているときに安心できるような対応ができていない。支援者側の負担も増えているが、忙しい、大変だから言葉や態度に出てしまうというのは理由にならない。認知症利用者が安心してその人らしく生活できるためには、どのような言葉、態度で対応すればよいのかを学び、施設にある言葉による抑制をなくしていきたいと思います。はい、であと上司のコメントは石井典正さん読んでいただけますか。はい。彼女は介護職としての経験は十分であり、リーダー的存在となっている。倫理委員会の委員長としても日々利用者の倫理面について問題提起する立場にあり、今回の研修で認知症利用者の尊厳が、守られるためにはどのように自分がするべきか、ヒントを得てきてもらいたいと思っています。はい、ということで、4日間あって、で4日間終わったら帰ってきます。5日目は来週金曜日に夜勤入りですね。で再来週ぐらいに実施設でこういう実施をやりますというプランをまた朝礼で発表してもらいます。でこのケースにどう関わるかとか、
なんかスイッチが入るきっかけが何だろうかとかね、探っていくとかいうことでもう考えてますけども、でまたそのまとめをして、レポートを書くと。レポートができるとまたもうあとは郵送だけで発表の機会はないんですけども、朝礼でまたそれを皆さんに共有していただくと。去年はあの瀬野早苗さんが言っていただきましたけども、あの毎年、入所から1名通所から1名は必ず、実践者研修派遣できるようにキャパシティが岡山県増えてますので、順番に行きたいと思いますので、来年は誰かなと思っておりますということで、じゃあまた次回続きをお楽しみにいたします。はい。